どうも、プチプラムジュンです。今回はですね、断捨離企画ということで、ユニクロ U もユニクロ JW アンダーソンもプラス J もユニクロホワイトも全部捨てていかなと思います。やっぱりですね、季節の変わり目、もう春になるということで、今年の冬着なかったものとかはガンガン捨てていこうということでですね、もう皆さんもこの動画を見たら、捨てたい捨てたい捨てたいってなるんじゃなかろうか。もうお部屋もね、綺麗にしていこうやと、もうタンスもね、クリーンにしていこう。前回ですね、目標が50点だったから、今回目標60点いきたいと思います。ゴミ袋もですね、7個ぐらいいくんじゃねということで、まず靴からレッツゴー。ぶっちゃけですね、玄関にある靴がもう一軍なんで、これがあれば生きていけるわけなんですよ。それ以外の靴を捨てていきたいなと。こちらの扉オープン。まずはこちらですかね。MCM のスニーカー。これハワイで買ったんやろか。めちゃ珍しくない？このフロントのところに MCM のなんか革が貼ってあったりとかして。昔は結構履いたんだけど、もう3年ぐらい履いてないんで、こちら捨てまーす。これもね、MCM ですね。ハイカットのスニーカー。もうこの年になると30代ないともうニューバランスの靴しか勝たんということで、こういうハイカットのスニーカーとかを基本的に捨てていく。これもなんか MCM のなんかねデザインになってて、めちゃめちゃに可愛いんだけど履かないんで捨てる。あとこちらダナフィールドですね。あのなんか東南アジアで作られてるから本物のダナより安く買えるわけなんですけれども、なんか、ね、登山でも履けるかなと思って買って、かっこいいんだけどなんか歩きにくいんだよね。このダナの靴って結局歩きにくい。もう登山もニューバランスでいいということで、こちらも捨てます。続いてズボン行きましょう。まず捨てる候補のズボンたち登場。よいしょ、こんなもんかな。なんぼあんのみたいな。こんなんさ全部履けへんやん。人間って体1個だけやん。もう一軍のパンツ10本あればもう十分なのよ。ディーゼルのパンツ、これも可愛いんだけどな。残す。ユニクロのパンツ残す。ディースクエアードのパンツ、これなんかハワイで買ったんだけど、なんか細すぎるんだよね。最近全然履いてないんで5万円ぐらいするんだけど捨てます。ユニクロのアンクルパンツグレーね。最近フルレングスのパンツ好きだから捨てる。ユニクロ U のパンツ保留。ユニクロのスキニー保留。これもハワイで買った D スクエアードのパンツ5万ぐらいして、なんかハワイ行くとさテンション爆上がりするから高いやつも平気で買っちゃうんだよね。これもね1回ぐらいしか履いてないから捨てる。なんか5万円ぐらいするし売った方がいいんじゃねって思ったりするんだけども、自分がいらんもん人もいらんのよ。こちらビビアンのデニム、これはね好きやから残す。ヌーディージーンズのスキニー、これは好き。アバクロのパンツ、なんかこれクリスマスっぽくて可愛いなと思って履いたんだけど今年履いてない捨てる。ユニクロ U のフレンチリブのパンツですね。なんかあんまり結局保温性がなくていつ履くみたいなやつだから捨てる。ヌーディージーンズの白のスキニーは捨てる。 GU のパンツ、これ前丈短いんだよね。昔丈短いの履いたんだけど捨てよう。ザラのスキニーパンツ履いてない捨てる。これ GU のシェフパンツかな。 GU は基本的にワンシーズン。ユニクロ U のこれ黒デニムかな。なんかあんまり結局履いてないんだよな捨てよう。プラス J の去年のなんかワイドだけどテーパードのパンツね、もうめっちゃ履いたからもう捨ててもいいよな。二色買いしたんやけど今年1回も履いてないんだよね。テーパードが最近好きじゃないんかな。ユニクロ JW アンダーソンのニットパンツ、なんか家着とかで結構履いて毛玉もねなんかいっぱいできてしまってるんで捨てる。 JW アンダーソンのやつ、なんかめっちゃあったかいやつ、中がこうフリースっぽいやつでめちゃくちゃあったかいんだけど今年全然履いてない捨てる。 GU のバルーンパンツは名作だから残し。 GU アンダーカバーのパジャマズボン履いてない捨てる。ユニクロの白パン、なんか白のパンツも結局汚れがなんか目立ちやすいし、これなんか糸がめちゃくちゃ付着しやすいやつなんだよな捨てよ。ユニクロ02のパジャマパンツも、これはパーティーグッズみたいな、そん時楽しかったらそれでいいよねということで捨て。 GU のこれもシェフパンツかな、去年かなんかのやつだし捨てよ。プーマのスウェットパンツかな。スウェットパンツはもうユニクロと GU でいいわ。これ GU アンダーカバーのやつかな、なんかニットメルトンのやつでめっちゃあったかいんだけど今年着てないから捨て。これはねユニクロ U の紙パンツっすね。なんかこうギャザーが入
入っててレディースなんだけど、すごいギャザーが入ってて落ち感があって楽なんだけれども、スラックス見えるっていうことで超バズったやつ、4色買いしてもう履き倒したんで、これはねもう全部捨てるってことでですね、右が捨てるやつで左が残すやつなんだけど、意外と残るやつ多い。続いて捨てる候補のトップスたち、審判の時、ユニクロ U のセーター、今年着なかったんだよね、去年買ったやつ、モックネックのやつなんだけど捨てる。ユニクロホワイトのハイブリッドダウン、今年一回も着てないんだよな。今年着ないということは来年も着ないということですよね。これも捨てよう。プラス J のダウン、これめちゃくちゃ軽くていいんだけど、おじさんに強くて今年着てないんだよな、捨てよう。これユニクロ U のパデットのシャツですね。着膨れするからあんま着てないよね。今年一回も着てないやつは来年も着ない、捨てる。これユニクロ U のドライバーズニットなんだけど、タイトすぎるんだよなってことで着ない。これ GU アンダーカバーのニットメルトンのやつ、めっちゃあったかい、めっちゃあったかい、これ着たい、欲しい、死ぬほど可愛くない、これオーバーサイズ目でやば。これは昔買ったビビアンのカーディガンかな、なんかずっと捨てれなくて落ちたんだけど、サイズがもうパツパツなのよね、おじさんって怖い。これユニクロ U の寝るシャツですね。もうなんかこうチェック柄のシャツがもうカジュアルすぎてあんま着れんのだよな、捨てよう。これユニクロマルニのベストめちゃ可愛いんだけど、結局なんかベストって着ないんだよな。なんか着るタイミングがわからん。今着んの？あったかいけどな。どうなんかな。なんか着る気せんな。そしてこれバラクラバ、まあ、これもいわゆるパーティーグッズですね。可愛いっていうか面白いんだけど、なんかあったかいしいいんだけど、髪型も崩れるしね、なんかあんまりなんだよな。冬はニット帽でいいわ。ジェイド・ブランダーソンコラボのスフレヤーン、これも可愛いんだけど一回も着なかったんですって。 GU のやつっすね。 GU はワンシーズンデニムシャツ、なんかねスタンドカラーの似たやつがあるから捨て。これは北海道のお土産で彼女にプレゼントしたんだけど返却されて自分で一回着たから捨て。デニムシャツ、これなんか匂いがちょっとしてあんまり好きじゃないんだよね、似たやつ持ってるから捨て。ユニクロ U の長袖シャツ、タイトすぎるから一回も着てない、捨て。 GU のスウェティー、これもね一回洗濯したらもうシワシワになったからもうワンシーズンだな、寿命は。ユニクロ JW アンダーソンの長袖シャツ、洗濯したらやっぱシワシワだからこういうシャツはワンシーズンかな。ユニクロマルニのパジャマシャツ、もうこれもパーティーグッズだから捨てるか。これもなんかアディダスのジャージでプレゼントでもらったんだけど、ちょっとピチピチよな、痛いよな。去年のユニクロ U のシャツ、これバカかっこええな。去年買ったコットンリネンのシャツもな、着る、今年着る。 JW アンダーソンコラボのストライプのシャツ、このクレイジーパターンのやつね。シャツはなんせワンシーズンが寿命じゃないってことで捨てるのがこちらですね。結構今回あるかも。1,2,3,4,5,6,7,8、合計48個、あと12個足りねえ。靴下とパンツも捨てていく。これは残し捨て。これ GU と祖父のパンツだね。これはもう捨て。履いてないパンツは捨てよう。なんかパンツって捨て時がわからんくて、なんか穴が開き始めたらやっぱ捨てるんかな。なんかもらいもんのパンツって履かないよな。全部捨てよう。これはね、ビビアンのタイツかな。履かんよな。結果発表、今回はですね、靴が3点、パンツ24点、トップス21点、下着39点で、合計ですね、87点でございました。なんか下着がね、意外といらないやつ多いですね。で、たくさん捨てると、かなりスッキリ、ストレス解消になるんで、ぜひ皆さんもですね、タンクの肥やしになってないか、服チェックしてみてください。以上、今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。